天のくれげ日記始まるよ。結び屋大和郡山店。お前どうしちまったんだよ。オープニング当初は取れるってみんな騒いでたのに、今のレビューじゃ足の幅が狭いとか滑り止めが強すぎるとかいろいろ書かれてるんじゃねえか。どうしちまったんだ。僕はいつも新世界に行ってるけど、新世界に行っても店さん何撮るのってスタッフの人に聞かれて、ドラゴンボール撮りに来ましたって言ったら、店さんはダメですって言われた。遊戯王のプライズが入った時に行ったら、何も聞かれず店さんはダメですって言われた。みんなはパフ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 なのに僕だけパフだったり、美味しいな、そういうところは美味しい。大和郡山店はどうなんだよ。まあただ僕も結び屋さんが大好きなので今回救いに来たよ。企画を持ってきた。これ今回の企画は。5,000円で。まぶしいの？いや違う。あ違う。これ。まぶしい。5,000円で景品を5個取る企画をやろうじゃないか。単価1,000円以内に抑えれたらそれはもう取れるお店ということでいいんじゃないかと。初めてだからね僕も。だからしっかりと5,000円で景品5個持ってここに戻っていきたいと思います。そしたらやっぱり結び屋さん取れるんだなということが証明できるんじゃないかと思ったので、しっかりとそこを証明して、やっぱり結び屋さん取れるんだと見せてやりたいと思います。救いに来たよ、結び屋系クレーンゲーマーが。じゃあこれから行っていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、できるだけ新しいフィギュアを狙っていこうかな。やっぱ新しいフィギュアが取りづらいっていうのがちょこちょこ聞こえてきたので、これは寄せ甘めの、あ、開き幅がちょっとあれやね、狭い。はい、初期位置お願いしました。新世界店よりもアームが開かない感じやね。いつもなら、まあ、サテンハメ狙うんだけど、まあ、今回もちょっと縦で行ってみようか。寄せたらどうでしょう。
いいんじゃないでしょうか。スライドの方がいいんかな。おい、外れろ。マジか。縦にはまってから投げ、いやスライドだったかな。このちょい残りでずっとやられてる。なんか途中で止まっちゃった。オッケー。これ修正チャブで落ちるやろ。マジ取れない。なんかちょいちょい途中で止まっちゃうんですよね。今も途中で止まっちゃった。あの村どうしよう。また止まっちゃった。これ新世界撮り。なんで
のミリが外れない。いけぬちゃう？ようやく。はい、次よくわからない女の子のフィギュア撮りたいと思います。だいぶちょい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 、この子はどうやって撮るのがいいんでしょうかね。めっちゃ押し込むやん。なるほど、なかなかはまらないですね。はまれ。ようやく。はまったら早い。これはもうスライドでしょ。嘘でしょ、もうほぼ通ってんだけど。もうほぼ通ってるよ。うわー、左入っちゃったよ。危ねー。危ないけど取れた。さっきのブースのトランクスはどう？うわ、はい、初期位置戻しました。一手ありそうなムーブだったね。今度逆立てになった。
ミス。なるほど。やっぱ同じ結び屋さんでも新世界とはちょっとやっぱ違いますね。 OK。 んくちゃん、これまだ回しても取れないんだな。これで、あ、待って、ジャンプできるぐらい広がるかな。あ、よかった。オッケー。オッケー。残り800円で1個取れれば、とりあえず。回して押し切った。 OK OK とりあえずこれで5個獲得できた。危ねえ危ねえ。このブースは BC できるの？あ、これは場外判定だったので、なんか場外判定は4種類の中から好きなの選べるって言って、僕は縦を選んだんですけど。 OK。よいしょ、お金落としちゃった。あと300円で終わりなので、これワンプレイじゃないや、2プレイ100円ブースですね。あー、2プレイ100円だけど、パワーはちょっと抑えめかな。あ、でショックセンサー強やね。正直最初のドラゴンボールでどうしようかと思ったけど、なんとかなった。
ちょい待って、今ので終わったと思ったんだけど、私今ので終わったと思ったんだけど、これは終わったでしょ、嘘やろ。これが5000円目となります。え、嘘、入ってない、入ってはい、ということで、取ってきました。で、5000円で、まあ、5個取れたらいいなっていう企画だったんですけど、なんと6個いけました最初の5ジーターがね、2300円ぐらいかかって終わったと思ったんですけど、まあ、そこからなんとか、巻き返して6個取ることができました。で、あの、他にですね、なんだっけ、 UFO10 とかも触ったんですけど、あ、今回の動画じゃないんですけどね、 UFO10 とかも触ってきて、結果ね、かなりやっぱ取りやすかったかなと思います。普通に取りやすかったです。ただ滑り止めが強いとか橋幅が狭いっていうような口コミがあったんですけど、それはやっぱそうかなっていうふうに思います。ただ新世界と変わらない、そこら辺は新世界と変わらないから、僕にとっては別にそんな特別狭かったり滑り止めが効いてるって印象はなかったですね。あの、新世界と一緒かなと思います。で、一点困ったのが開き幅がちょっと狭いんじゃないかな。アームの開き幅が新世界よりも狭いから、そこだけはちょっとね、あの、しんどかった。それでゴジータやられたようなもんかなって思います。ただまあ、そこを修正していったら全然普通に撮れるいいお店だったんじゃないかなと思います。まあ、初めからね、何でも撮れるお店はなかなかないと思うんで、やっぱりある程度、あの、通って慣れていかないと無理なんじゃないでしょうか。ですので、まあ、口コミした方ですね、やっぱり初見の方が多いのかなって印象なんですよね。初めの方にちょっと来てみたいな。なので、もうちょっと通ってみてから、あの、お店の評価をしても遅くはないんじゃないでしょうか。あの、普通に撮れました。マジで普通に撮れました。忖度とかないです。あの、 YouTuber 設定とかは一切ないので、あの、実際の YouTube 撮ってる時に9000円ぐらいかかったこともあったし、もう全然、あの、店長は YouTuber 設定とか全くやってないので、僕もこの間ね、あの、ジライアのフィギュア出たじゃないですか。あの時に、あの、オロチマルのモノマネをしながらジライアを撮るっていう動画があったんですよ、実際で。オロチマルの真似をしながら動画を撮ってたらバチクソに沼って、あの、その動画はオクラとなりました。はい、なので、僕でも、娘屋によく通ってる僕でも、あ、よく沼ったりするので、はい、ぜひ何度も通ってみてから評価しても遅くはないんじゃないでしょうか。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記では、これからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね、遊びに来ていただいて、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですね、ホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや、苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、Instagram なども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。